はい、ひろゆき Z です。今日はですね、モトブログを始めてから初めてのですね、平尾台にね行きたいと思います。うわ、もうずるいね、こういうなんかもう自分だけ黄色で行きやがって、ほんとこの野郎、それまでゆっくり行っとって、まあいいや。もうすごいねここね。目の前に広がる山が平尾台、行橋市からですね、この北九州市に抜けるときのアクセスの仕方の一つで、この平尾台を越えるというのがね、ありまして、ちょっとそっち行ってみたいと思います。すごいね、山はいいね、今山だねやっぱ。僕海が好きなんですけど、山だね、山がいいね今もね。たまには山だよ、やっぱり山に登らないといけないね。ということでですね、今日はバイクで山に向かって、登ってですね、このご機嫌を伺ってみようかと思っております。ファー新薬の、ね、ご機嫌がちょっとねいまいちなんですけど、なんかあんま透けないよね高回転が。まあ高回転使わねえか。まもなく信号変わりますので、スタートしたいと思います。平尾台は左折でもう信号にかかると。うわ早いね。まあいいや、じゃあここから平尾台に登ってみましょう。今回あの JR 九州の GPS チェックインで、あの北彦山線を埋めるときにですね、こう車で来てね、その時はね、あの土砂崩れかなんかで普通だったんですよね。さあ今日は行けるんでしょうか。あ、その時 GPS チェックインをバイクで行こうかと思った時に普通だったのかな。だからバイクで来たけど諦めたんだ。今日行けるといいな。おー、選挙だよ。木村よし、今ので当選しましたよ。ありますか。そんな感じで平尾台上がっていきましょう。減速帯とかがあると思うので、あんまりねそんなね横暴な運転をするわけじゃないんですけど、楽しんでいけたらと思います。バイクはね基本はねもう楽しく乗る、楽しく自分のペースで乗る、これにつきます。もうジャンル問わずね、自分が楽しいと思う分野で、自分のペースで、もう人とツーリング行ってもですね、自分のペースを乱さずに、あの勝負事はそうなんですけど、あの自分のペースを乱された方が負ける。もうこれがもう大体そんなもんです。だからね、自分のペースを乱さず、バイクの運転が下手な人はもう下手なりにゆっくり行けばいいし、上手い人はまあそこそこ上手く走ればいいし、普通な人は普通に走ればいいし。僕はねどっちかというと下手な部類なんで、ゆっくり走りますよ。そんなね人からね下手くそだなとか言われても全然気にならないんで、全然気にしなくていいですよ。そんなのがもうバイク乗ってる人は、楽しく走る、楽しく自分のペースで走る。あの調子こくと事故るんですよ大体人間って。あの浮気と一緒ですよね。浮ついた気持ちだから浮気なんですよね。だからね、まあ自分のペースで、自分の中のこの何ていうんですか、ペース配分っていうのを作ってやっていけばいいんじゃなかろうか。お、日陰は寒い。山の上はもっと寒いのかな。あ、減速帯が出てきました。
ター先に凹凸があると書いてますね。50メーター先、おお、はい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 。ちょっとバイク泣かせだね。車泣かせでもあるけど、バイカーが今日3台目だよ。 3人目を礼してもらいました。まだこのヤエーとかいうのもらってないです。このヤエーっていうんですか、もうやったことないんで、やってみてんですけどね、できるんですかね、一人ヤエー。ヤエーなんで Y だからヤエーっていうの、知らねえよ。ヤマハだったらやっていいのかよくわかんないけど、川崎やったらカワイとかなるんですかね、鈴木やったらスウェイとかね、ホンダやったらファーウェイじゃねえね、よくわかんないけど、波状路みたいな、はいはいはい、立てばねなんじゃないですよ。あ、デイトナの工事シートをね、昔小倉南区のね中古部品屋で買ったんですけどね、もう今その部品屋自体潰れてるんですけど、へたってきたなその時から中古だったけどね、出回せやんか1992年モデルなんですけど、この工事シートを買ったのが、僕はこの出回を買った2008年以降の2009年くらいにシート買ったのかな、当時からへたってたんじゃねえかって感じですね。おお、だいぶなんか標高が上がってきた感じがしますよ。そろそろ北九州市とのあの境界線だと思うんですけど、腹が出てきたからこのねダイエットにいいね。100メートル先にまたデコボコがあるの？勘弁してくださいよっつってもね、激しい運転の人がいるんでしょうね。はいはい、デコボコ回避。はい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 、はい、おっおっ、バイクでね、ほんと何十年ぶり来ただろう、平和台。だいぶ上がってきたよね。あ、北九州市はもうね、もう入ってます。なんかさっき看板に気づかなかったかな。僕ここでね撮った写真がありますよ、昔高校時代にね。動画に貼りたいんですけど、そんな直感のバイクなんで写真と見せられないけど、はい、おー、平尾台に来ました。おー、来ましたぞ、バイクで平尾台に。ヤエー募集中なんですけどね、いかんせんバイクがあんまり来ないですね、平日なんでね。おー、ひろきネット平尾台に来ました。鍾乳洞のね動画撮った時にね車で来たことありますけどね、バイクで来たのはほんと何十年ぶりかもしれない。山しか見えないよ。
皿倉山とかも昔車で行け、あの山頂行けてたんですけど今行けないみたいですね。平尾台はこうやってね上がって、わあすごい、これ高知裁判中ですかね。赤土だよ、赤土持ってきてんのかな、気持ちいいね。おお、なんだこうピラミッドみたいなの作ってるじゃないか、なんだ。ちょっとね北九州のバイカの聖地的ななんかあれもありますからね。おお、なんか岩肌がすごいね、すごいね、石がむき出しだ。おお、来ました、平尾台に来ました。おじか鍾乳洞、ここに来たのかな、前そうだったかな、仙仏鍾乳洞。はい、ちょっとトイレに行きたい。はい、着きました平尾台に。バイクがいる、トイレに行きたい、こっちでいいかな。はい、ヒルキゼットでした。よいしょ、トイレ行きたい。